では行きます。それではご登録は何年か前にいただいたんですが、はい、初参加、何年越しに今日はめでたく初参加をいただくことができました。RT4 さんの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。インタビューよろしくお願いします。それではまず RT4 というチーム名の由来を教えていただけますでしょうか。これはですね、僕たちが学生の時に組んでた、はい、入ってたクラス名をそのまんま変えました。ただそんだけです。RT4 っていうゼミの名前とかですか。なんかクラスが RT がなんだっけ、学科の学科の名前、コースの名前、が4年生の時に設定したんです。なるほど。覚えてる。それはかれこれもう何年前になるんですか。2000、だって書いてあるよ。4年前だね。あ、ちょっとこれ写していいですか。4年前ですね。2006年、かっこいいエンブレムですね。このロゴもね、エンブレムもね、ちょっと作りました、ね、友達が、はい、かっこいいですね。今日いないチームメイドはエンジニアなんとかデザイナーが書きました。さっきちょっと伺えた感じだと、皆さん保育士なんですか。あ、保育の学校なんですけど、まあ、保育以外にも介護があって、介護できるところで、いろいろと、まあ、保育士だけじゃないですけどね、こんな感じ。まあ、やり手のメンバーってことですね、つまりは、今日はじゃあ、参加メンバーのお話なんですけれども、キャプテンが不在ということで、全キャプテンにお任せしました。朝まで飲んでます。今日はね、そういったチームさんすごい多く聞くので、みんなそういうコンディションについては不調なのかなと思いますので、休みの前じゃそうなります、ね、そうですね、間違いなく忘年会シーズン、じゃあ最後伺います。はい、今日の意気込みを皆さんでではお願いします。もう無理だ。できる、まだいきます、全然いきますよ。トーナメントこれから全然いきますよ。優勝目指して頑張るぞ。バッチリ。RT4 の皆さんでした。ありがとうございました。バッチリです。